とうございます。よいしょ、は抜けた。皆様こんにちは、キースジャガーです。2020年1月10日金曜日の11時54分です。右に行けって、右に行けって言ってるの。やだね。県道536号国道312から離脱しました。586です。コウノトリかな、あの右におる低く飛んでるやつ、河野さんちの鳥です。豊岡市、町の名前が読まれへん。およそ300メートル先右方向です。午前中はパラパラっと来てるところもあったんですが、見事に晴れましたね。眩しい。天気が良すぎても。まもなく右方向です。はい。今日の配達三軒おろし終わりました。あとは3時間ほどで会社に帰るだけです。3時間で帰れるかな。一応171キロと出てますね、大阪会社帰るまでね。まあカーナビの言うこと聞かないので、距離が伸びたり時間が伸びたりすることはあるかもしれません。こんなとこ曲がらないよ。新しいルートでご案内します。アイガモマイヤって人野菜売り場、しかし物は何も置いていないか。ヒーター切るか。もう気温10度くらいなんでね、今ヒーター入れると暑いね。挨拶したかな、時間読み上げたかな、ね、したでしょう。多分11時57分あとは安全に帰るだけなんですよ。農道やからゆっくりやね。飛ばしてくれなくてもいいけど、ちょっと先が長いからな。せめて50キロの道路ぐらいで走ってほしいな。追いついてしまうな、50では。
私ミニストップのとこ曲がります。まあ同じとこ出るんか、右曲がっても一緒か、まあ、曲がらんとまっすぐ行ってみようかな、伊豆市の方行ってみようかな、ちょっとそれか曲がっても豊岡市街ね、あの丸山大橋をいつ渡るかっていうだけの話になってきて、伊豆市で渡ると伊豆市の市街地がちょっと狭いんですよ、道がね。まあかといって、ま、丸山川渡らんかったら渡らんかったで しばらくまだいつでも渡れるんは渡れるんで、およそ300メートル先右方向です。12時ちょうどになりました。まもなく右方向です。ご案内します。天気がいいんでちょっとチョコフレークが溶けるといかんので、なんでこのややこしいおやつ買うたかな。安かったんですよ、100円やったんですよ。からまあ休憩ゼロですもん。まあゼロって言ってもね、あの一応休憩という体裁で、あのさっき魚買いに行ったりしましたけどね。およそ700メートル先右方向です。曲がってね帰ってもいいんですけどね、山越えでね。それをするとちょっと北近畿豊岡道をお伝えできなくなりますので、あの北近畿豊岡道をお伝えするため あのルートなんですよ。本当はね、あの北近畿豊岡道をお伝えしないんであれば、あの久美浜を抜けてちょっと福知山の方に降りていくような山道を抜けて帰るみたいなね、そんなことでもいいかなと思ってたんですが、下道をね延々と走るんですよ。なんで高速道路走らへんねんって言われるかもしれないですが、いや嫌いなんですよね、あの一車線でちょっと煽られ続けるのが。およそ300メートル先左方向です。かといってこっちスピード出せないですからね、煽られるしむちゃくちゃ割り込まれるしめちゃくちゃストレス溜まるんですよ、高速道路走る方が。なので一般道を好きなように走りたいなとは思うんですけれども、あんまりゆっくり帰ったら帰ったで残業泥棒みたいなことになるし、ね、高速で帰ってこい言うてんのに何下道走って残業時間伸ばしてそんなに金が欲しいかみたいな、そんな言い方するんでね。まあ遅くならんようにそこそこ常識的なタイムで帰るとして、とりあえずこの丸山川をいつ渡るか、ここで渡るか。今ね左曲がって本当は広域の方行きたかったんですが、この前走りのフォローかかってるトラックあれ遅かったんでね、まあまあペースが、まあ、制限速度50キロなんでね、あんなもんでも別に構わんじゃ構わんのですけれども、もうちょっとリズムようペースよう走ってほしいなと思いまして、
前走ってる車を嫌ってこっち来ました。もう一本先で丸山川を渡ったらよかったんですが、まあ、手前で渡ってもあの豊岡の市街地の近くを通るっていうだけで、ですね、渋滞にはまるとか信号が多いとかそういうことではないので、帰り道は北近畿豊岡道の終点からよいしょ春日インターまで全部お伝えしようと思ってます。でそこで動画終わりです。あのそこから先舞鶴道をお伝えすることはございません。もうめんどくさいんでね、録画すんのは何個でも録画して構わんのやけど、編集がものすごく邪魔くさい。本当にもうアップロード最近大変で、最近ね、ゲームの、モンスターハンターワールドアイスボーンといいまして、プレステ4のゲームあるんですけど、あれのサークル作ってて、私あのサークルのリーダーやっておるんですが、そういったものとかね、あのプロ野球ゲームちょっとハマってて、ドハマりしてて、今近鉄バファローズみたいなチームを自力で作ったんですけれども、ゲームしたいなーって思ってても YouTube 編集するのにもう4時間も5時間もかかるんで、あのね、編集しながら寝落ちするような感じで、もうYouTube も本当はね、アップロードっていうよりは見たいんですよね。最近の N 国の話とか、あと令和新選組山本太郎さんの話とか、ちょっと聞いてみたいなと思って、見たいなとは思ってるんやけど、自分の撮影した動画を早くアップロードしてどん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 消していかないと溜まっていくんでね、データが。で新しいのが撮れなくなるんで、最近ね、嬉しいことにあれなんですよ、この珍しいとこばっかり走らせて持ってるんですよ、偶然ね。これうまいこといかんかったら、もうずっと大阪市内延々と配達させられて、毎日同じとこ行くかみたいな、近いところをひっきりなしに行ったり来たり行ったり来たりするような、そんな鬱陶しい配達になることが多いんですけれども、最近ちょっと厚遇されておるなとか、優遇されておるなみたいな感じで、ちょっとドライブでそこそこ運転ばっかりしてて、荷下ろし作業とか積み込みとか、ね、運転時間が長かったらそれだけ作業する時間短くなるでしょう。1日同じ時間やるとしたら、例えば10時間やるとして、運転8時間やったら作業はどう頑張っても2時間しかできないですよね。まあそういう理屈で、運転時間が逆に2時間しかなかったら作業時間8時間かかるっちゅうことやから、10時間同じように使うとしたら。で今まではそうやって近場ばっかりでもう行ってはおろし行ってはおろしでもひっきりなしに作業ばっかりしておったんですが、最近ちょっと大浜行ったりとかね、この前京丹後行ったりで、今日はこの豊岡とかこっちの方でしょ、だいぶドライブコース当てていただいてるんで、最近まあ嬉しい悲鳴なんですけれども、そのおかげでだいぶ珍しいところ動画撮れておるんですが、そうはね、立て続けやから編集する暇がない、それがちょっと悩みの種ですよね。さっさと1日に2本ずつぐらいやっちゃえよって思うかもしれないですが、1本がね3時間ぐらいかかるんでね、1時間の動画1本やるのに3時間かかるんで、1時間半クラスになると4時間オーバーぐらいかかるんですよ、編集してアップロードまでが。ですからまあ帰って晩酌して酔っ払いながら風呂入って、でその後ちょっと着替えて、まあ、布団でゴロンとしながら、ベッドでゴロンとしながら動画を編集しておったらいつの間にか寝ておるみたいな、そんな毎日でなかなか父として進まないみたいな。父って言うて親父じゃないですよ、遅い遅い父、まあいいや、親父じゃないよ、おっぱいじゃないよみたいな、そんな感じですけれども、子供向けの動画ではありませんので、YouTube ね、子供向けですかって最近しきたりが変わって聞きまくってきて鬱陶しいんですけどね、子供向けではありません。子供に運転はまだ早いでしょう。豊岡市日高町、
たら左手に豚骨ラーメン屋とかあったかな、ちゃうかな、止めたことないんやけどな、あれもうまそうやな。他に周りに店がないから車用け止まってるのか、それとも美味しいから止まってるのかちょっと分かりませんが、気にはなってる店が一軒ありまして、黄色っぽいやつが、まあ、そんな話はいっか。せっかく止まったのでコーンフレークの続きを食べようかな、溶ける前に。まあ、運転しながら食べたら手チョコでベタベタなんのにね。体が疲れてるのかな、なんか甘いもん食いたかってちょっと買っちゃいました。おお、豚骨ラーメン日高店。車いっぱい止まってんな。美味しいんかな。はい、国道312号線まっすぐ行っても312号線なんですが、ここちょっと曲がります。で、あの県道1号になるのかな、これ。はい、まっすぐ行っても国道312ですが、これ右曲がってしばらく行ってもまた国道312じゃなかったかなと思います。さもなくば県道なんやけども、こっちがメインなんですよね。今豊岡におるんですが、あの藪の方に向いて走りますからね。あの和田山とかあっちの方ではなくて、朝子の方じゃなくて藪の方に走りますからね。312、今のやつちょっと道狭いんでもう行きませんけど、あれ道狭いやつ延々と行きますと、あの朝子の方に行くんですよ。まああっち行ってから和田山でね、高速乗ると早いんですけども、帰るの。こっちちょっと遠回りになるかと思うんですが、まあもう狭いところ走りたくないわっていうのと、まあもう1秒でも早く高速乗ってちょっと気楽に運転したいわっていうのもあります。ヤブの方に向かって走ります。ただヤブまでは行きません。ヤブの手前で、あの豊岡の日高町の、あの北近畿豊岡道の乗り場がありますから、新しく終点が新しくできましたので、その新しくできた終点をご紹介しつつ、北近畿豊岡道全区間をご覧になっていただこうかと思います。もう今の時点で19分か、長いな。舞鶴道春日インターまでもお伝えするつもりですけど、あと40分ぐらいかかるね、多分ね。およそ300メートル先、斜め右方向です。その先、踏切です。注意してください。まもなく斜め右方向です。はい、ここを右に曲がると国道312です。さっきの道をまっすぐ行って川沿いを走っても312なんですが、12時13分、交差点ですが、みんなここ曲がります、まあ、県道1号はもう一個隣やったか、まあいっか、ね、土井というところを今曲がりました。もうみんなね、反対車線のやつは反対車線のやつで、土井というところをあの私が曲がってきた方に来ますから、ね、新しいルートでご案内します。
はい、このマックスバリュー。まもなく左方向です。続いて左方向です。わかります。左312ヤブとか行きます。ヤブの方に行きます。左折。まもなく左方向です。フレーク美味しいな。久しぶりに日清か、これ明治かなんかかと思ったら日清か、うん、大阪府堺市やった。日清じゃなくて日清のマークはついてるけど、日清シスコ株式会社、聞いたことないな。ガーナのカカオの豆とエクアドルのカカオの、ま、豆と2種類使ってるみたいなんですよね。ブレンドしていいとこどれを。チョコフレークの話はいっか、ね、お農協の JA のスタンド安いね。157円か。ハイオク、こんな山の中やったら結構運賃高いやろから、の分乗っかってきて、大概田舎で入れたら燃料高いんやけど、それでも全然安いね。さすが農協さんですね。こんなところにもコスモスが進出している。コスモスはもう何でも安くていいですよね。あれであとカード使えるようになったら最強ですよね。で右曲がると思います。その日高っていうところ、北近畿東洋華道入り口入るのに、この道路沿いにはございません。一回右に曲がってちょっと行って左です。国分寺トンネル 680m。しばらく黙ってもいいですが、ちょっとチョコフレークが止まらんようになってきた。こっちにまあ車庫あるやろうけど、大阪新しいルートでご案内します。設置の方やと思います。およそ700メートル先左方向です。まあ よその会社やけど、あ知ってる会社やったらちょっとあれですね。こういう遠方で会うと嬉しいもんですよ。同業者やからそらね、遠方で会うこともあるんやけど、知らんとこと会うよりは知ってるとことあったらやっぱ嬉しいです。運転手も知ってる人やったりしてね。そういうこともたまにあるんですけどね。およそ300メートル先、はい、無料区間です。北近畿土曜稼働日高神鍋高原。ちょっとここで動画切りましょうか一回。